こんにちはジャズドラマーの黒田です今日はスティックが演奏中にどん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 伸びていっちゃうんだけどどうしたらいいですかっていう人と演奏中にどん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 短くなってくるんだけどどうすればいいんですかっていう質問があったので、えー、コツを教えますがスティックっていうのは基本的にこういうここの親指と人差し指でここでこう挟んでるんですね。 パッキン状態になっててこのこの肉の部分がねだからこう引っ張ってもギュッて握ってるわけじゃないんだけど引っ掛けとけばこの肉がパッキンの役割をしてくれてこうずれないようになってる常にこんだけずれないだけの力が加わってないと振ってるるるに力が抜ける人はどんどんん長くなるだから僕もあ短くなってきたなと思ったら振ってる途中に緩めて伸ばします。 で逆にこう演奏中に短くなって弾く人っていうと多分上ににいるる力が抜けてるのね要は挟み込む力が緩まってるだからこう,こう上に上がってくるときにこう自重で落ちてっちゃうっていうことが起こるんですね。なのでここはずっとこうしっかり握ったままこう振り込むっていうかそれを気をつけると治ると思います。 まあ、そ,れしかそれしか原因はないので振ってる時に力が緩んでる,緩んでるか上にいる時に力が緩んでるかのどっちかですね。えー、なのでそのタイミングであここ緩んでるなと思ったらそこをこうキュッとずっとここを支えてるっていう感じのイメージなんでそれを練習していただければと思います。ありがとうございました